はい、吉田さん、メッセージありがとうございます。あのね、この駄菓子屋ゲーム博物館なんですけども、この本いいですね。すごく面白い。私の心に突き刺さるものばかりで、一文字一文字がね、もう本当私の人生を振り返らせてくれてるなと思いますね。うん、これゲームね、こういうもんでもコンテンツになるんだなと思いました。あの、このゲーム機って多分ね、日本全国にものすごくたくさんあったと思うんですよ。デパートの屋上とか駄菓子屋のね、あと庭先とかに。でも今はデパートの屋上の遊園地もないですし、ゲームコーナーもないですし、駄菓子屋もないんで、多分この機械って打ち捨てられてるんですよね。多分ほとんどなくなっちゃってるんですよ。もう廃棄になっちゃって。で、そうなるとね、欲しがる人とこの物とのバランスが悪くなって高値をつけてるんですよね。こういう風な言ってみればしょうもない機械、30万とか50万とか100万するんですよ今。そのぐらい物がないんですよね。でも30万だったら私も欲しいなとか思っちゃうわけなんですよ。で、1ゲーム10円ですから、これで商売しようと思ったら今の時代どうやって回収するんやみたいな感じで、駄菓子屋ゲーム博物館っていうのはね、1店舗でバランスしてんじゃないかなと思うんですよ。さあ、その1店舗のバランスもですね、この先日の緊急事態宣言で4月5月と2ヶ月休業したらしいんですよね、東京にあるもんですから。で、休業補償に関しましても多分ね、出てないんじゃないかなと思うんですよ。博物館っていうのと、あとゲームセンターっていうのが、なんかこう休業要請にかかってるらしくって、ダブルですからね。もしかしたら協力金とか出てるのかもしれないですけども、いずれにしてもきついだろうなと思いながらも、まあやっぱりね、頑張って復活してくれましたね。で、やっぱこういうところの仕入れですから、どのぐらいなのかなと思ったら、大体ね、少ない時で3万円、多い時で7万円ぐらいの月間仕入れみたいです。あの、正確にはちょっと分かんないんですけども、駄菓子の仕入れはそのぐらいでして、じゃあ売り上げいくらなんだと思いますけども、まあそれでもね、支えてやってくださってるんだなと思います。まあ前もお話しましたけども、店頭売り上げはともかく、この本がね、本がよく売れてるんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、振り返ると、私も麻雀店やってましたけども、麻雀店の店頭の売り上げに頼ってたんじゃもう限界があるんですよ。一人の新規さんを呼ぶのに大体1万円ぐらいかかるっていう風なね、試算が出てましたんでね。まあ、そうなると、インターネットで例えば麻雀の戦術本をね、 Kindle で売ったりとか、それから麻雀の独特な動画とか、イカ様の方法とかね、いろんな技とかを動画でまとめたものを販売してもよかったなと思ったんですけども、いかんせん取り掛かった時にはもうすでにね、赤字が後ろから追いかけてきて間に合わなかったのと、私もね、どっちかっていうとそういうことをやるよりも、アフィリエイトを人に教える方が手っ取り早かったんで、まあ店はなくなってしまったって感じなんですよね。で、まあでもおかげさまでね、店がなくなったからこそ一点集中できたところもあったり、いや、一点集中したから店がなくなったのかなってこともありますしね。人生は様々でございます。で、これから、どういうふうなね、ビジネスがマーケットに残るかってことなんですけども、やっぱりね、 YouTube だと思うんですよ。 YouTube をどう使うかなんですよ。ただし2019年2020年までの YouTube の使い方はもうすでに限界を迎えたかなと思います。まず一つ、 YouTube の再生数を上げて広告料で稼ぐ、これはね、もう古いビジネスモデルですね。逆にこれからね、広告料じゃ稼げなくなってくるんじゃないかなと思うんですよ。あの、 YouTube も身に染みたと思うんですけども、広告料依存になってくると、広告料依存になってくるとね、広告を出さないような流れが今回みたいに来たら、ガクッと売り上げ下がるんですよ。そしてね、意外なことなんですけども、今回の動画のテーマですけども、 Facebook がとんでもない赤字を出してるんですよ。赤字っていうかね、とんでもない売上減を出してるんですよ。これどういうことか分かりますかね。ちょっと難しいと思いますけども、あの、 Twitter とちょっと比べてみます。 Twitter っていうのはね、以前トランプ大統領が過激な発言とか暴力的な言葉を使った時に、そのツイートを削除してるっていう例があるんですよ。で、それに対してトランプ大統領がツイッターにけしからんって怒ってるんですけども、で、Facebook ってのは基本的にどんな表現してもそのまま流してるんですよね。そうなるとですね、暴力的な発言とか、もしかしたら ある国をね、特定の国を攻撃するような発言とかも出してるかもしれないんですよ。で、それはそれでいいっていう風なスタンスだったんですけども、そうなるとですね、そういう Facebook に広告を出していた会社が手を引き始めたんですよね。
で、広告って別のところにも出せますんでね。で、Facebook に広告を出したら、イメージが悪くなると思った会社はそれを取り下げて、それがね、数兆円レベルで取り下げられてるらしいんですよ。で、さすがに Facebook は、ある特定の発言をこう取り下げるようにしていったんですけども、ただね、同時に社員も辞めちゃってるんですよ。Facebook の方針に、どうもこれやなーっていう人が辞めちゃってるんですよね。で、Facebook の社員って皆さんね、スキルが高い方ばっかりなんで、他でも十分やっていけるのと、あとやっぱり自分に対して高いレベルがあるというふうに自負してるんで、Facebook じゃなくても他でもやっていけるって形で、まあ、Google に変わったりとかね、他の GAFA の他の会社に入ったりとかしてるんですよね。まあ、そういった形で、Facebook、やっぱりね、SNS の王様だったんですけども、やっぱりね、栄枯盛衰と言いますか、どんなに、まあ、立派なね、大きな組織でも、凋落と言いますか、下り坂があるんだなってことですよね。で、こういう事実から私たちが学べるのは、やっぱりね、何かに依存していちゃダメだということなんですよね。もしそれが使えなくなったらどうするってことをいつも考えなくてはなりませんし、それは多分この動画を見てるほとんどの方も妊娠見てると思うんですよ。今勤めてる会社がダメになったらどうする、今のこの収入源がなくなったらどうする、いつもこれを考えていて、これがあるから大丈夫っていうのは裏返しなんですよ。これがなくなったら大丈夫じゃなくなるって裏返しなんで、常に新しいチャンスをね、見つけていかなくてはなりませんし、やっぱりね、そう考えると吉谷さんすごいなと思うのは、あの少ない登録者で LINE にしても YouTube にしてもやっぱ稼ぎ上げてるんですよね。ということでね、今回の結論ですけども、少ないファン、少ない再生数でいかに稼いでいくか、これがこれからのテーマになっていくと思います。チャンネル登録増やそう、再生数増やそう、一定の確率で売り上げが上がる、それはもうね、古いやり方なんですよ。これからは10アクセス以下でいかに100万円作っていくか、こういったところが攻略できないと生き残っていけないんだろうなというのが、私の億万長者合宿の今回の、まあ、テーマというかね、動画のまとめになりますね。はい、Facebook もね、状況がすごく苦しくなった中で、その中でもやっぱり生き残っていくでしょう。やっぱりね、すごいと思いますよ。どんな状況も、次へのチャンスにする、そういった考え方が必要なんだろうなと思います。それではいってらっしゃい。